はい、今から、ゴールデンレトリバーの散歩のしつけを、開始してきます。まあ、散歩のしつけって言っても、歩き始める前にほぼ決まっちゃっているので、最初に、首輪をちゃんとですね、耳の付け根、顎の、上の部分に付け直してリードの位置を確認し、で、スタートする前にも犬を落ち着けます。で、リードを持っている人に、集中させ直して、犬が完全に落ち着いたらスタートします。で、少しでも、前に出たらすぐ心を落ち着かせ後ろを歩くように教えていきます。リードでショックを与えることと、シッということと、あとは足を使って軽くタッチをして前に出ることがいけないということを伝えていきます。足を使う場合は犬側の足ではなく反対側の足を後ろから回すようにして蹴るんではなくてタッチする感じです。はい、ある程度落ち着いて歩けるようになりました。で、これを続けていって、人間が止まったら犬も隣で、座って落ち着いて待っているという、号令などなしでできるような状態まで持っていきます。